あれほど腹を膨らませて大丈夫かというくらいの大盛りの唐揚げ弁当を平らげて、今菊太郎がレッスルワン両国大会、今そのリングに向かうところです。腹は相当膨れています。ただ騙しているのか怒っているのか、その表情には全く出ておりません。ただ食べ物の横取り、そしてセクハラをするやつには滅法厳しい浜亮太を今日対角線に迎え挑んでおります。どこのマットも似合う男、菊太郎です。どこのマットにもすんなり馴染んでしまうのが菊太郎ならば、ここ両国国技館がこれほど似合うプロレスラーもそうはいないでしょう。さあ、浜亮太が姿を見せました。レッスルワン参戦と同時に、より原点回帰を思わせるかのような回しをイメージしたコスチュームにチェンジしまして、いよいよ自らのデビューの地でもあります両国国技館に土俵入りであります。215キロの体重です。菊太郎とは実に120キロ差、圧倒的な体格差を今リングに生かし、さあ唐揚げ弁当の2人のこの10分をマットの上で話します。浜亮太対菊太郎のシングルマッチです。さて新井さん、はい、試合前の映像でも紹介しましたが、はい、まずは浜亮太がどういうお返しをしていくかですね。まあ菊太郎選手が浜選手の唐揚げを取っちゃったということでね、はい、その恨みをね晴らすべく浜選手は両国のリングに上がってるわけですよ今。そうですよね、はい、ただ菊太郎がじゃあリングに上がれと、うん、自ら仕掛けた割にはちょっとこれは相当不利な、はい、戦いになりそうですけれどもね。まあ菊太郎選手にはおっと、さあ場内アナウンスもいわゆるこの取り組み前の東方そして西方の紹介に入っています。さあ待ったなし、おクリアーと、あっという間に、あ今度はぶつかり稽古になりました。本場所かと思いきや、はい、なんか今のね阿部リングアナウンサーの、あの呼び出しも良かったですね。そうですね、はい、なんかすごい両国ねいるぞっていう気になりましたね今ね。あってました、あった、これは相撲界でも出してはいけない技です。てか技というよりも反則です。はい、さあこのエルボーです。やはりレスリングのマットにはこのムーブが似合いますね。そうですね、まあ、あとぜひ菊太郎選手にはブレンバスターを仕掛けてもらいたいですね。お、さあますか、その形に行きますよ。レッスルワン初の両国大会ご来場誠にありがとうございます。前向上は続きます。まあね、任務の時間もありますので演武武田ですが、第2試合お別れの時間近づいてまいりました。最後はこの技でお別れしたいと思います。自らが決める終わりなのか、ブレンバスター当然返されます。いやーすごいバウンドしましたね。とんでもない跳ね方しましたが、はい、さあ両国凱旋浜亮太、連バスターを当然のごとくお返し、さあさあポンポンと叩いた、ものすごい音が響いています。やめろと言わんばかりの菊太郎、このプレス、さあこのムーブ、この規制が上がってプレスします。おっと肩を上げました、上げましたね、上げましたね、危なかったですね。よく返しましたが、はい、終わりは相当近いでしょう。おっとこれも反則、おっとひねった、これは確実にプレスされ、浜ケツ浜ケツクリーンヒット、完璧でしたね。いや完璧に食らいましたよこれ、はい、あれを食らったらねもうひとたまりもないですね。そうですね、堂々たる立ち並びを受けました浜亮太であります。両国のマット、自らのフルス、その生まれ故郷で堂々たる立ち並びを受けました。唐揚げ弁当を巡る争いは両国国技館のマットの中央、浜ケツで1エンドとなりました。
すまんすまんと言わんばかりにちょっと食べ過ぎたことを反省する三河の、ね、お握手を交わします、ね、仲直りですかこれですね、これはこのまま受け取っていいんでしょうか、大丈夫なんでしょうか。ただこの2人の構想と言いましょうか。ああ、ちょっと待ってくださいよ。これは新井さん、これデスペラードかなと思うんですが、はい、あちょっとあそうですね、大選手がいますね、はい、もう一人は多分カズマ坂本選手じゃないかなと思います。西良寺